どうも、影やんです。今日はですね、ステータスを上げるということについてお話ししたいと思います。昨日の晩はですね、また、梅干し中心の晩御飯にこう、シフトチェンジということですね。水曜日木曜日は、チートデイでたらふく食べたんですけど、金曜日の晩から、晩からという昼は普通に食べてますけど、晩からですね、また、昨日梅干し2個とらっきょう3個という食事に変えました。ほんでまあまあ、睡眠どうかなと思ったけど結構寝れたんでよかったんですが、あとはちょっと脳がね、脳の感じがちょっともうちょっとこうすっきりした感があるといいんかもしれないんですけども、水曜日木曜日でね、糖ですよね、炭水化物とかたくさん取ってるんでですね、その糖分というかそういう炭水化物を抜いたことによるこうちょっとしたこう枯渇感というかね、脳の中のその糖分を欲しがることによる、イライラ感であったりとかですね、その枯渇感みたいなものがちょっとこう土曜の朝はちょっと感じてしまうので、これからね、今日の晩明日の晩続けていくことによって、それがだんだん徐々に慣れてきてですね、で水曜日ぐらいはだいぶいい調子になっていくということになっています。だからまあでも寝れたということがまあ良かったかなというふうに思っております。じゃあ本題ですね、ステータスを上げるということですけども、ステータスとは何かというとですね、まあ、社会的地位とか身分とかそんな意味がこう出てくると思うんですけども、そのステータスっていうのはですね、セルフイメージとですね、セルフイメージと、知恵とで決断、これによってこう上げていくことができると。ステータスを上げるためにはセルフイメージを上げること、知恵のエネルギーを上げること、決断をしっかりとしていくこと、こう一回一回決断をしていくというかね、そういうことをしていくことによってこう全体的にこう全てがつながってですね、全部を上げていくとですね、ステータスが上がっていくようになるというふうに思います。でセルフイメージを上げるためにはですね、やっぱり感情ですね、自分の感情をこう安定させるというかですね、感情 つまりね、その健康ですよね、健康エネルギーを上げて、で感情エネルギーを上げるというところですね、これをしてやるとですね、セルフイメージは上がると思います。上がると思いますが、ただ安定してきてそれで健康であればですね、自分の状態がこうしっかりとこう保つことができてですね、しっかりとこういろんなことを見ることができるんで、そこからこうセルフイメージっていうのがこう上がってくるというところですね、でまあ、基本的にそのネガティブにこう考えるのではなくてですね、ちょっとポジティブよりというかですね、まあ、感情というので言うとネガティブポジティブがあるとするとですね、ニュートラルがあります、真ん中ね、ニュートラルよりちょっとポジティブよりということですね、その辺にこう、感情をコントロールしておくことをするといい。でそのためには、やっぱり健康のエネルギーであったり感情のエネルギーだから、感情をその状態に保つためには健康ですね、自分の健康力を上げておくっていうのがこう必要かなと。でその辺を上げていくことによってセルフイメージを上げると。で知恵ですね、知恵のエネルギーに関しては知識と経験、知恵っていうのは知識と経験なんで、まあいろいろとこう知識を入れてですね、それをまた使うということですね、だからインプットとアウトプットということですね。知識と経験というのは、まあ、インプットとアウトプットっていうことをこう繰り返すということですね。でその自分に必要なものであったり、そのなんか興味があるもの、面白いなと思うものの、知恵を上げていくという、知恵のエネルギーを上げていくということです。それはこう、まあ、勉強したり何やかんやしてこうインプットしたものをまたこうアウトプット吐き出す、この繰り返しですね、これをしっかりとやってやるということですね。それがこう大切になってくるかなというふうに思います。で決断なんですけども、その、決断をですね、そのいちいちするというか自分で決めていくということですね。自分で決める、結局それは自己責任思考になってくるんですけども、責任を持つということです。その何かやるとき、なんかこう流れでやってま
やってしまうとかですね、他人に流されてしまう、他人の言われたことをこうそのままやってしまうとか言うんじゃなくて、そう他人に言われてそれをやってもいいんですけども、それを自分でそんなやろうと決めてやってるかどうかですね、その辺の決断をしっかりとしていくということです。そうするとですね、決断力も上がっていくかなというふうに思います。で、決断力を上げるとそれは自己責任思考になるんで、よりねこう自分の責任としてやっていくのでですね、やっぱりそのステータスは上がっていく形になっていきます。だからステータスを上げるためにはですね、セルフイメージを上げることで、知恵を、知恵のエネルギーを上げることで、決断を、して、だから自己責任を持つということですね、この3つをしていくことによってステータスが上がっていくかなというふうに思います。ということで今日はステータスを上げるについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございました。